14万人を超え死者数も4000人近くに上るトルコ11日、商業活動の制限が一部緩和されました現地の医療関係者によると、e um yani、erek, 今、世界中で叫ばれる医療崩壊。 それがトルコでは起きていないというのですアメリアここイスタンブール大学病院は国内有数の重要医療拠点治療薬とされているアビガンも日本から取り寄せ十分な量があるといいます

回復した患者ののの血にに投与するという治療法この医師もぐ別されましたそもそもトルコでは PCR 検査そのものが広く行われているといいます。